土佐市は高知県中部に位置する市。面積は県内11市の中で最小となっている。土佐市中心部周辺の空中写真。2014年4月25日撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。土佐市中心部全景高知県のほぼ中央部に位置し、 高知市から車で約20分の距離にある。市の東部は石槌山系を源流とする二淀川下流の上岸に広がる高岡平野に小都市を形成し、北部及び西部は山に囲まれ、南部は太平洋に面していて日照時間は年間2230時間で日本一を記録している。市域は東西約1 4 5トル 南北約6 4キロメートルである。ハゲ川ハゲ川導流路整備後の空撮写真と差しかにが、池と差しでは住居表示を実施しておらず、町名のある町名もない。紀元前4000年代、現在の高岡町の大地区に、縄文人が住み着く。11世紀、清滝寺薬師に来像を作られる。1961年、うるめ一本釣り療法を、 橋村正次郎が考案する。土佐警察署土佐市民病院土佐郵便局白木区園、病院伝統の始まりは1912年1月、北原水力電機が設立され、北原村大矢高原に水力発電所を建設。1914年5月に事業開始した。供給区域は、高岡郡高岡町、蓮池村、北原村、 佐川町、落ち町、宇佐村、高石村、陰村、都並村、戸賀野村、と佐しに組く合い本店温暖な気候と、蒲田い筋の豊富な水の恩恵を受け、昔から農業の盛んな地域で、平野部では、ビニールハウスによる、施設園芸、周辺の産地では、果樹栽培が行われている。また、三淀川の豊かな伏流水は、製死工業を育て、 太平洋に望む宇佐町では、沿岸漁業や水産加工などが、伝統的な基幹産業として発展してきた。高岡高等学校都佐市では、都佐市人材育成奨学資金条例という、奨学金制度がある。なお、奨学金は、返還義務が伴う。光野村養護学校都佐自然学園都佐殿、交通都佐パーキングエリア宇佐大橋市内に、鉄道路線はない。 最寄り駅は、土産線伊能駅。清滝寺清流寺三門に淀川川口大橋の空撮写真に入りお口公園と差し出間のひまわり畑。ありがとうございます。